1月は、どういう感じになるか、ちょっと投稿本数が戻ってきて、まあ、ここから投稿本数ペースはちょっと復調の警戒がある。で、5400再生ということで、まあまあまあ落ち着いてきたか、ちょっと落ち着いた感じになってるかなというところですけど、で、時間は174は、ちょっとここら辺200は切ってるんですよね。まあ、ショートが伸びてくると、どうしてもやはりそういうの結構あるんですけど、で、伸びてる動画もショートじゃないですけど、その横動画で30秒ぐらいの動画でね、電車のデータが、1位に戻ってくる。まあ、実は再生数はここからちょっと落ちてるんでね、まあまあまあ、こんなもんかなって感じで見てました。まあまあまあ、顕著に繊細性くらいをずっと取ってくれたら嬉しいかなという感じですね。で、久しぶりにね、静岡駅から散歩がね、ちょっと前回はね、これとかが入ってきた兼ね合いで、ちょっと後ろに下がってましたけど、まあ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 、また再生数のランクのところに戻ってきてるって感じですね。で、YouTube の駆け飛びと、まあ、今後のあたりが顕著な動画がやっぱ強い、硬いなというところでございますね。傾向としては、まあだから、そんな尖ったところがない、月ではありました。生放送はあれやさ、なんだ心とか、結構、もう生放送だけやってた感じの時とかもありましたよね。で、後半から、新企画でね、出した、東青山駅構内にある名所案内完全制覇の旅ね、これで久しぶりにこちらも戻ってきた。そっか、これの帰りか。あれは、ロバのパン寄ったのは、そうだ。だって、これの時でないと、小泉駅構内の時は、河原町に車止めてましたもんね。でもこれ、東青山は富田から行ったっけ？いや、富田から行ったのはあれだ。伊勢志摩赤福瞑想の旅だ。瞑想しとったもんなんとか。で、これは、じゃなくて、こちらの東山を見てきたやつですね。で、こんな感じ。あと、実は、このアップロードかかった時に、かなり大型企画になるね。2泊3日で行ってきた、水間鉄道完全制覇の旅ね。のやつで、まあ、これは現地からもね、ちょっと上げたところがあります。これなんか、伸びてんの？まあまあ、これはね、報告動画なんで、そこからは入らんすわね。うん。っていうのがあったりしますよと。そうだね。その時にこの、東山駅で撮ったやつもアップロードして、これなんか伸びてんだもんな。うんだね。っていう感じですね。で、東山駅構内にある名所案内完全制覇の旅がずっと行って、で、自分の中で作る、その前にこれか。これあれだ、撮ってきたやつが良かったから、勢いさんで、なぜか先に作ったんだ。で、ヘビに会うっていうね、これね、ひどかったよ。過去一大変です。だからね、これ。過去一大変だったらどうだ ?100 歳して生きてねえんだもんな。これね、これはね、きつかったよ。本当にきつかった。今から見る。下船かったな、これ。これは大変だった。このところ行ったよね。俺分かってたら絶対行かねえもんな、こんなの。バリバリと思うでしょ。めちゃくちゃ危ないところですよね、今考えてみると。そしてよく帰ってこれたよね。もう意外と規制本能高いですからね。これはね、本当にね、ここに行くまででも十分しどいなと思ってたんですけどね。もうね、ここまで行ったら引き返せないですからね。いやー、でもこれ23分で作ってたんだ。切りようなかったのかな、この動画。ああ。
乾いた顔かの動画の方が伸びてるのは気仙は。こっちが158円、こっちが70円、これは気仙だ。あ、それは気仙ね。さすがにこっちが伸びてもらわないと。70人しかいないから山本も何も見えてないですけど、この先きつかったもんな。20分あるからちょっとよう言ったなこれ本当に。もうあのマーカー杭があるのをマークにして、本当に木の形とかこんな倒木があったっていう特徴のところを捉えながら行ってたって感じでしたもんね。この時も牛ガエルが鳴いてて本当に怖かったけど、もはや牛ガエルなんて可愛かったと思うね。この後ヘビ出るから、うん、ヘビのシーンだけ見ようぜ。これね、わかりにくいけど、めちゃくちゃ斜面、結構斜面があって、ですから、うん、で、ぬかるんでるんで、めちゃくちゃ大変でした。別に登山靴でもなんでもないですからね、ただのスニーカーでしたからね。こんなん動画の企画じゃなくて絶対いかんすもん。暗さとかもむちゃくちゃだもんな。よくこれを道だと思ってたよな俺。今見えましたかね。見つけた時マジで怖かったもんな。こんだけね、あの枯葉がね生い茂ってるんで、どこにいたってあれですかね、分かりませんからね。たまたまちょっと離れたところだったんだよな。
こだっけ。ああ、いた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 。ここっすね。よいしょ。サプライズ。これかな？これが多分ね、ヘビなんですよ。シュル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 。違うか？これじゃないか。どこだ？こっちか、ここか？こいつかな？この動画だと、まあ、わかりにくいけどね。こっちの日はわかりにくかったっすね。あ、じゃあ、ここじゃなくて、あとからあれか、でっかい空気のこっちか。結構見えてますね。右上って言った時ながらこれで隠してるんですけど、結構ってかかったよね。これこれやね。これ結構でかいっしょ。意外と、ここになるともうわかんないでしょ？意外とわかんにくいでしょ、これ。カラーの、どんどんどんってきて。ここら辺わかりますよね。相当でかいよ、これ。ここ頭で、ここジュルーってなって、この先っぽまでありますからね。スネークっすよ。多分デカさんはそのこの後まさかでもヘビに遭遇するんですけど、あっちはね、あの間近でねこうピーって構えておったんで、映えましたけど、あっちの方だからインパクト強いですけど、多分大きさはこっちの方の方がデカいですし、野生味が強いですからね。全然たまたまじゃなかったですね、ここ。だってこんなところで蛇噛まれて、毒やられましたって言ったら、もう、助けの呼びもなかったんですかね。あの、携帯電話も圏外でしたからね、ここ。でしかも断崖絶壁っていうね。いや、ひどかったね、これ。よく来て帰ってこいたよ、本当に。たまたまじゃなかったっすよ、これ。
ていうのとかでしたね。